こんにちは、音楽家の吉田茂です。今回はこちら、じゃんと。自宅でね、ギターを静かに練習するためにおすすめのギターヘッドホンアンプ、レカトの PA-1 をご紹介いたします。これをギターに直接挿して、ここからヘッドホンやイヤホンをつなぐだけで、すぐにね、アンプの音を通した音でギターを練習できるっていうものでして、これ系ですと、ボックスのアンプラグシリーズっていうのがね、有名なんですけれども、人気すぎてね、結構品薄状態なんですね。で、僕もなかなか買えないことが多かったので、こちらの PA-1 見つけたので、代わりとしてね、使えないかなと思って買って試してみたんですが、なかなかね、多機能で良かったんですね。なので今回ご紹介していこうと思います。まずは開封動画からどうぞ。はい、では開封していきます。中には説明書。日本語もね、対応しております。そして、アンプのプリセットがね、10個あるみたいなので、それを教えてくれてるものになりますね。これ本体に貼っておいたりできるようにステッカーになっています。で、こちらケーブルは2タイプあるんですが、こちらはね、録音する用のケーブルのようです。そうですね、こっちが4曲になってて、こっちが USB なんで、後ほど試してみます。で、こっちはね、まあ電源とかバッテリーをね、充電するためのケーブル、そして本体ですね。ボタンが結構たくさんありますね。ヘッドホンの端子であったりとか、USB をつなぐための端子がありますね。はい。といった感じで、同梱物はこのような形となります。はい。ではね、この PA-1 の特徴、いくつかね、ご紹介していきます。まず一つ目は、静かにどこでもすぐにね、練習できるっていう点です。こんな感じで、ここに挿して、ヘッドホン挿します。で、すぐ練習できると。このね、手軽さがね、最も良い点だと思います。なかなかね、環境によってね、アンプにつないで音を出すっていうのはね、できない方も多いと思いますので、そういう方には特におすすめです。そして二つ目の特徴なんですが、かなり幅広い音作りができます。これを使ってみて驚きでした。まずね、10個のプリセットが入っていて、クリーン系からディストーションまで、ちょっとデモしますね。こういうクリーンな音から、こういうね、歪んだ音まで出せますね。そして自分好みに音をね、エディットすることができます。まず元となるね、アンプを選んでいただいて、それが10種類あります。で、それに対してトーンであったりとか、リバーブ、ディレイ、コーラスなどのエフェクトをかけることができます。そしてキャビネットといってね、音を出力するタイプのものまで選ぶことができる。それも10種類あります。これには驚きましたね。かなり自由度の高い音作りをすることができます。ギター用のアンプしか基本は入ってないんですけれども、ベースもね、音を出せることはもちろん出せるので、つなげば。で、細かい音作りまではできないんですけども、自分もやってみたんですが、練習用にはね、全然問題ないかなと思いました。トーンの部分で低音を出してあげるみたいな使い方をして、アンプもね、クリーンめのものを選んでもらえれば、全然問題なくベースでも使えると思いました。そしてもう一つおすすめなのが、スマホから Bluetooth 接続して BGM をね、流せる点ですね。スマホから音楽を流しながら、それに合わせてね、ギターの演奏ができます。例えばね、メトロノームとか流しながら、そのテンポに合わせて練習するっていうやり方もできます。これもすごく便利な機能だと思いました。あと、録音ができるっていうことですね。このね、付属のケーブルを使って、片方を本体側。で、こっちね、iPad とかであったら直接これさせますけども、iPhone とかだとライトニング端子しかないので、こういう変換のものを使って、これもリンク貼っておきますね。概要欄に。ここに挿して。で、iPhone に挿すと。はい。そしたら、録音することができます。ボイスメモアプリとかでも、まあビデオアプリでも何でもいいので、録音することができます。この機能を使うことで、自分のギターの演奏をね、録音して、まあ SNS で公開することもできますし、後でね、反省のためにね、自分で聞き直すっていうことももちろんできますね。あと細かい点ですが、チューナー機能も備えてます。はい、ここのチューナーボタン、長押しすることで、チューナーモードになります。あとはね、電池式じゃなくて USB でね、接続して、付属のケーブルで充電できるっていうのも何気にいいポイントだと思います。結構電池式だとめんどくさいですからね。はい、最後にまとめとして、この PA-1 のおすすめの人、ご紹介してます。まずね、静かにね、エレキギターであったりとか、ベースの練習をしたい人、こちらおすすめです。やっぱりね、アンプからね、音を出したくてもなかなかね、出せない環境にいる方がほとんどだと思います。でも、これを使えば、騒音問題をね、気にしないで、ね、練習できるためね、あなたの上達につながりますので、ぜひ検討してみてください。そして、あといろんな場所でね、練習したい方もおすすめです。これとね、
まあヘッドホンやイヤホン、そしてギターさえあればどこでもギターの練習できちゃいますので、外出の多い方だったりとか、例えば車の中積んどいてちょっと空き時間に練習みたいなこともできますし、ライブをやれる方はライブの待ち時間の間でもギター弾けちゃうみたいな、いつでもどこでもやっぱり練習できるっていうのがこの PA1 のいいところだと思います。概要欄にねリンク貼っておきますので、ぜひそちらからチェックしてみてください。最後までご覧いただきありがとうございました。今回はどこでも静かにねギターの練習ができる多機能型ギターヘッドホンアンプ PA1 をご紹介いたしました。自分もちょっと半信半疑で買ってみたんですが、機能も多くて問題なく使えているのでとても買ってよかったなと思いました。ぜひねあまり大きな音を立てずにねギターの練習をしたい方、こちらね一度チェックしてみてください。この動画でねわからないところや質問感想、もっと知りたいことなどねございましたら、ぜひお気軽にコメント欄までお待ちしております。そしてこの動画がね少しでもね面白かった、役に立ったなどありましたら、グッドボタン、チャンネル登録、スーパーサンクスのご支援をよろしくお願いいたします。それと僕ね SNS、Twitter、Instagram、TikTok やっておりますので、そちらもぜひ概要欄からフォローしていただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。